こんにちは、速稼塾の久保です。皆さん、ご参加中の皆様はちょっとね、一旦マイクをミュートしていただいて、ノブさんだけオンにしといてもらえますか。それでね、9時からなんでギリギリになりました。すいません。今まで、私ね、動画を撮ってまして、今日は特に動画の撮影が多かったんでね、ワクワクと過ごさせてもらいました。で、限定公開の動画もいくつかあったんですけども、まあ、今日は主に一般公開動画。うん、それで途中でね、なんかネオナチをテーマにした動画を撮る羽目になりまして、ちょっとね、お笑いも込みでネオナチスについてちょっと語ってみました。まあ、ネオナチスっていうのが無料で活動する団体なのか、給料をもらいながらやっていく株式会社みたいなものなのか、まずはそこからだったんですけども、さすがにね、世界を変えるような活動をしてるわけじゃないから手弁当ではできないなと思いまして、やっぱりネオナチスっていうのは給料をもらいながらやってるんだろうなというふうに思ったんですけどね。初任給は19万から23万ぐらいの間っていうのが適当じゃないかなと思います。はい。じゃあ、こういうことはね、まず別の機会にしておいて、今日は、ノブさんの副業チャンネルについての、ズームライブになりますね。副業お探しの皆様、まあ、速稼塾ご参加いただいている方はね、ほとんどの方が副業に頭を悩ましたりとか、副業に手伝ってもらったり、助けてもらったりとか、様々だと思いますけども、今日はですね、その副業チャンネルという YouTube チャンネルを運営しているノブさんをお迎えして、今日のライブ放送をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ノブさん。どうも、こんばんは、ノブです。はい、声は聞こえますが、姿が、出てきた。どうもどうも。どうも、こんばんは。始まりましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。調子はどうですか？調子は、まあ、ぼちぼちですね。さっき仕事が終わって、さっき自分も本業の方が終わって帰ってきて。はい。あ、そうなんですか。はい。そうですね。一応ね、ノブさんは副業チャンネルということなんで、この副業が本業だよとは言わないところがミソですね。他のことも一生懸命されていて、それでこっちをね、やっていくと。だから、忙しく過ごされている方の副業を考えている方にはちょっとぴったりかなと思いましたね。ありがとうございます。さすがにね、一日中ね、YouTube 撮ってる私にね、同じペースで YouTube やりましょうって言ったら、これね、冗談じゃないって言われちゃうんで、冗談じゃねえぞって言われちゃうんで、まずは、空いた時間少しずつ使っていただいて、副業の幅を広げて、だんだんとね、収入の一番大きいやつに時間をスライドさせていって、理想的な生活を徐々に作っていくっていうのが、まあ、パターンだと思いますんで、一番最初はね、みんなね、副業とか副収入だと思うんですよ。うん、でもやっぱりね、その小さな収入を作り続けていく、その突破口を開けるところで多くの方はすごくつまずいちゃうんで、今日はノブさんのお話を聞くとね、あ、副業ってこうやって考えていけばいいのかところが見えてくると思います。それでは始めさせてもらっていいですか、ノブさん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、昨今20年以上続くデフレっていうものがありましてね、で、まあなんていうのかな、2019年あたりからこのコロナ災害っていうのが来てね、なんだか人と人が会いにくくなったり、妙にマスクをつける人が増えたりね。そうですね。以前はね、マスクつける人っていうのはインフルエンザにかかった人か、あと暴走族ぐらいしかいなかったんですけど、今はみんな暴走族で過激派ばっかりいるみたいな感じになってますけども、まあ、過激派といえばね、この1ヶ月あの国がね、ちょっとね、戦争を起こしてしまって、もう世界的にものすごく窮屈になっちゃってね、もしかしたら別の国が尖閣とか日本とか来るんじゃないかみたいなね、もうドキドキしてますよ。ね、怖いですね。まあ、そういうこともいろいろあるんですけども、私たちは、うん、世界的な規模のいろんな問題はとても解決できません。心配してるだけです。まずは自分の懐状態からね、戦っていくところ、戦場はそこに設定しなければいけないんですけども、まあ、先日のね、報道では、その日本人の平均所得は、なんか200万円ぐらい減ってるんだよと。なんか30年前の所得に逆戻りしてるよみたいなね。30年前といえば私もそうですね、まだ大学に行っていて、これから社会人になっていくぞみたいなね、すごい豊かな世の中に飛び出していくのかなと思ったら、なんか知んないけど就職が決まらない先輩が、おい、なんかやべえよ、全然仕事ねえよみたいなこと急に言い出して、え、冗談じゃないですよ先輩みたいなね、なんで俺たちの番になったら急にね就職難なんだよみたいなことになりましたけども、それ以来氷河期ということで、もう困ったもんですよ。副業どころかね、本業も決まらない始末だったんですけども、今日はそんな中で副
副業チャンネルという YouTube チャンネルをスタートしたノブさんをお迎えしてお話しさせていただこうかと思ってます。じゃあノブさん、私ずいぶん喋りすぎたんで、自己紹介からお願いしたいんですけど、よろしいでしょうか。あ、はい。私ですね、YouTuber、ノブとして活動させていただいております。出身地は、九州なんですけども、で、まあ、趣味がですね、音楽鑑賞と、あとは、結構お酒を飲むのが好きです。はい。趣味時間にこのぐらいでよろしいでしょうか。九州で音楽好きといえばね、長崎でミュージシャンの松潤さんって方がね、いるんですよ。あ、そうなんですか。もう、そうなんですかって、そうなんですよ。知っといてください、この方は。有名なんですから。申し訳ございません。ねえ、松潤さんといえば、リアリティで今ね、押すに押されぬ、その人気ですよ。朝もね、私、まあ、ライブ放送をいつも早朝してるんですけども、松潤さんは私の放送が終わったら切り替えるように、6時から、やってくださってるんですよね。だから、なんか、速稼塾のね、ライブの流れができてるんで、まあ、よろしかったらね、あ、ちょっと見たことあります、自分も。あるでしょ、あるんですよ。はい、はい、うん、ありがとうございます。しました。ちなみに今、なんか見に来てるらしいんで。ありがとうございます。危ないですね、失言になるところでしたね。はい、松潤さん、ノブさんも頭の隅っこにあったみたいなんで、これを機会にぜひね、仲良くして動画のリレーなんていうのを挑戦してみてください。はい、松潤さん、よろしくお願いします。はい、でね、ノブさんね、はい、まあ、ノブさんっていうか、私はもう結構ね、やり取りしてるんで、まあ、こういうフランクな感じなんですけども、はい、うん、で、あ、松潤さんもね、よろしくお願いしますってことですけども、ありがとうございます。まあ、私は結構今日までにいろいろやり取りしてるんで、知ってることが多いんですけども、今日はね、ノブさんのことを皆さんに知ってもらいたいっていう意味もあるんで、まあ、この稼ぐことへのきっかけとか興味ですよね。はい、こういったものっていうのは、いろんな場面で、ああ、稼がないとなっていうふうに、まあ、みんな思うと思うんですよ。特に社会に出た男性で30代とか40代とかになってくると、やべえな、このままじゃ危ないから、ちょっともっと稼がないとなとか思うはずなんですよね。で、ノブさんの場合はどういったことがきっかけで、あ、ちょっと副収入やっていかないとなっていうふうに、うん、思い立ったんでしょうか。あ、そうですね。まずもともと私がですね、まあ、親もですね、まあ、自分もなんですけど、安月給サラリーマンだと思うんです。で、まあ、どこかでですね、やっぱりこうお金にこう不自由しない暮らしをしたいなと思っておりまして、で、まあ、25歳ぐらいの時に、個人年金をやってたんですね。まあ、本当はそういう、まあ、苦いこと、まあ、もちろん、まあ、親父はもちろん頑張ってこう支えてくれたんですけど、まあ、そういう中でもこういつかお金に不自由なく暮らしたいなという思いがあってですね、うん、個人年金をしてたんですけど、はい、まあ、預けた額のまあ、2倍から5倍ぐらい、まあ、その時確かプルデンシャル生命だったんですかね、そうだったんですけど、うん、でそれがまあ返ってくるのは、まあ、大体、まあ、そうですね、定年後とかっていうのを聞いて、じゃあ、いや、その定年後にそんないっぱい貯まったお金を何に使うんだってそう思ってですね、で実際、今、安月給サラリーマンとして働いてるんで、いや、まあ、その将来のためにというよりは、むしろこう今、稼ぐ方法というのを見つけないとなというふうに思いまして、でそこでまず最初 FX に出たんですね。なるほどね。はい、じゃあ今日は稼ぐ副業といっても FX の話もちょっとしてみようかなって感じですかね。あ、そうですね。はい。はい。ありがとうございます。まあ稼ぐことへの興味関心というのは確かにね、将来俺大丈夫かっていうのもあれば、まあ年金とかかけていて、60代になったらこれだけの額が来るよって言っても、いや60代じゃなくて今欲しいんだよみたいなことね、興味ありますよね。本当そうです。いや、やっぱりね、40とかね、人によっては50過ぎると食欲がなくなってくるしね、で遠くに旅行に行こうかなと思ってもなんかめんどくさいなと思ったり、なんか欲望が失せてくるんですよ。でその欲望が失せてくるときに、なんかまとまった金額ボーンって入っても、まあ、今更どうしようかなっていうので、結局死ぬまで貯金になっちゃうみたいなね。そんなパターンもあるわけですよ。だからやっぱりお金って、うん、なかなか若い時にまとまったお金をつかむことは難しいんですけども、でもね、そこそこの年齢でまとまった金額手にしとかないと経験も挑戦もできないし、あとやっぱりね、まあ、男として生まれたらね、ちょっと女の子とも付き合ってみたいなっていう時に見栄を張る金額っているんですよ。なるほど。これは私は本当にそう思うんですよ。私はどっちかっていうとね、女性に見栄を張るタイプなんでね、
お金はいっぱい用意してきたよ。私もです。そうですか。あの、結構そ女性につぎ込む分には借金しても怖くなかったんで、どっちかに来ちゃいましたけどね。まあそういうバイタリティはなくしたくないなって思ったんですけどね。いやでもね、モテるためにお金を稼ぐってのも十分立派な動機だと思うんですよ。うん。うん、で、あとは、なんか、ブランド物が着たいも全然ね、純粋な欲望だと思いますし、なんか欲しがることがかっこ悪いと思い出したら、じゃあ稼がなくてもいいかにやっぱなってくるんで、もう欲望をね、もっともっとさらけ出して、欲望を実現させていくことによって、欲望がね、もうなくなるぐらいやってみたら、本当に自分は何をするべきかってことがやっと見えてくるような気がするんですよね。あれもしてない、これもしてないっていうふうにお金が困ってる段階では、本当は自分は何をしたいのかなって、分かんないような気がするんで、あれも手に入れた、これも経験した、でも満たされないな、じゃあ本当にやるべきことは何だろうな。世のため、人のために働いてみたい自分がいるのかもしれないし、一生ゴロンと昼寝したいのかもしれないし、いや、分かんないんですよね。忙しかったり、うん、とりあえず月末の支払いがきつかったら、それだけで全部終わっちゃうんで。そうですね。でもね、やっぱりね、なんていうのかな、そこそこ使うお金を使うことが思いつかなくなってきて、なんか月末の支払いも終わったけど残っていくなみたいになったら、これ何に使おうかなと思ってね、私の場合はね、一番最初に、あ、お父さんお母さんにいつまで生きるか分かんないけども死ぬまで小遣いやってみようかなと思ったんですよね。おお、かっこいいですね。でまあ今に至るんですけども、うん、やっぱりね、お金ぐらいしかあげれるもんがないんですけども、そこでさっきの、ね、話に返ってくるんですよ。お金あげてもね、使わないんですよ。あ、で、いや、おいしいもんでも食べてよって言ったら、いや、いつものね、鮭茶漬けがおいしいからさ、今更ね、高級ステーキ、なんかお刺身の高いやつ、いや、もういらないよ、もうそんなに食えないよとか、この前うなぎ食べに行ったけど、半分残してるんですよ。5000円もするぐらいだぞとか言って、だからいらないって言ったじゃないか。本当に悲しいからそうなっちゃうんですよ。はい、だからね、まあ叶わないことだけども、ああ、自分のおふくろや親父がね、20代や30代の頃に今私が出会えていたらどんなに楽しかっただろうかと思うんですよ。まあこんなことは絶対不可能なんですけども、元気で活発でまだ将来の時間があったり欲望がある時期に出会えていて、今のこの余裕があったらね、何をしたかな、すごいいい友達になれたんじゃないかなと。でなかなかあの思春期とか成長期に素直になれなかった自分がね、もったいないことしたなと思うんですよね、本当に。というまあ私の思い出話を語ってもね、ノブさんの出番がなくなっちゃう、ね、まあでもお金を稼ぐとあのなんか本当に見えてくるものが結構あってね、お金がないっていうことが気にならなくなってきてから、じゃあ自分はこれを時間とお金を何に使うのかなというふうに本当に考え出してね、とりあえず身の回りの人を幸せにするためにこのお金と時間と自分の知恵を使ってみたら、どのくらいなんか人を好きになれるかな、身の回りの人に、気持ちを表現できるかなっていうふうになってきましたね。うん、だから恥ずかしい話なんですけど、本当に心からそう思うんですよ。はい、じゃあね、次の質問に変えてさせていただきますけども、まあ、ノブさんとはね、だいぶやり取りさせてもらったんですけども、まあ、速稼塾の出会いはどんな形で、またね、最初どんな印象を持って、私の方にメッセージくださったのか覚えてます？あ、覚えてますね。はい。まあ、もう5年前ぐらいになるんですけど、仮想通貨ブームが、まあ、日本にこう、その、まあ、ブームが来てるときにですね、はい、ちょうど、まあ、エーダコインというのが流行ってですね、うん、でそのエーダコインに対する、まあ、いろんな、まあ、YouTuber の方がこう意見を交わしてたんですけど、まあ、こう、まあ、その中で、まあ、ひときわ、なんでしょう、すごい、なんか説明されてたのが、久保さんだな、というので、まあ、でそこで、なんかいろいろお話を聞くうちにですね、いやちょっとこの方のお話はなんかとてもなんか聞いててなんか根拠があるし、なんか本当自分でその情報を取りに行って自分で経験して、で自分でいいというものを発信しているなっていう、まあ、そういう感想があってですね、で、まあ、そこにももちろん速稼塾という、まあ、パワーワードもあったわけですし、そこでなんか、はい、あの速稼塾というのはいわゆる本当にそこですね。あ、なるほど。じゃあ
暗号通貨とりわけ体 の発信にちょっとこう目を止めて、でいろいろ聞いてみたら自分なりにこう心に落ちるものがあったんで、それからちょっとね見てみようかなみたいな、そんな出会いだったんですかね。そうですね、はい、その通り。まあ、速稼塾はねもうやって10年ぐらいになるんですけども、大きく分けて前半と後半の速稼塾って分かれるんですよ。で後半は今みたいな隠居暮らしをしながらね、基本的には投資をしてるんですよね。であと体の枝に関しましては、速稼塾を始めた2014年頃に、まあ、取り組み出して15年にプレセールで購入したんですけども、それからしばらくはね忘れていたっていうかね、全然もう情報も入ってこなくなったんで、なんだろうと思ってたんですけども、ある日突然上場して、ああ持っててよかったみたいなことだったんですよね。まあでもさすがに ICO ブームとかがあって、いろんな詐欺コインと私が思っていたものがね飛び交う中で、まあ、速稼塾の塾生さんも体の枝はちょっとねプレセールで買えなかったけども、いやこんな ICO があるんですけどどうですかっていろいろ紹介してくれるやつを私は、ね、全力でね買うなってずっと言ってたんですよ。もう手遅れだと、何を買っても詐欺になるですからね。で1年間その動画ばっかりやってたんですよ。でも残念ながら私がやるなって言っても買う人は結構いて、なくなりましたと。でしょ、あの頃すごかったですよね本当に、うん、いやあれはねちょっとねその1年間で私いろいろとね、2017年だったかな主には、結局その前半の速稼塾2013年からの5年間ぐらいっていうのは、まあ、いわゆる情報業界のど真ん中にいて、でアフィリエイトから転売からねバイナルオプションみたいな商材をよく紹介されて、それを再販売しましょうって感じでプロダクトローンチに関わってたんですよ。うん、やっぱねその中でね私が愕然としたのはね、いやまともなビジネスもあったんですよ。でもだんだんとまともなビジネスが売れなくなってきたんで、途中からどういうふうに騙した動画を作るかっていうのに本当そうなったんですよ。で暗号通貨っていうのがポーンと始まった時に、まあ、ビットコインっていうのをねじゃあセールスしましょうみたいなコミュニティなんて全然なかったんですよ、なぜか。でビットコインは一番暗号通貨などのメジャーで有名で、まあ、いわゆる硬いコインだと思うんですよ、基軸通貨といってもいい。じゃあビットコインにまつわるものってのは全然出ずに、聞いたこともないような変なコインのセールスがこれが爆上げしてビットコインみたいになりますよみたいなね。でそれを役者さんをここで雇えるから時給なんかね、はい、2000円ぐらいで雇ってきて、これ台本があるからそれで対談をして、最後にあなただけに情報をお送りしますんで LINE に登録お願いしますみたいなね、そんなテンプレートをなんか情報業界の中ですごく売られてたんですよ。そうなんですね。で私はねこれをやったらね、まあ、速稼塾ってコミュニティもやってたんで、これを速稼塾に紹介したら儲かるけども、自分のことを好きになってくれてファンになってくれてね集まった人にこんなあからさまな詐欺商材売れるかと思って、ものすごく腹が立って愕然としたんですよね。でも残念ながらオプトインアフィリエイトみたいなんで人を集めたいわゆるネット起業家の走りみたいな人がその詐欺商材をみんなで一生懸命買って再販売してるんですよ。で私がねすごく憧れてた人とかも何人かいたんだけども、結局同じことをやって金が増えてるってことを見てもう本当絶望しましたよね。あだからネットビジネスは怪しいって本当に怪しいなと思ったんですよ。そうですね。で大した付き合いはなかったんですけども、でも東京に足しげく行くことはやめて、もう広島で一人で勝手にやろうと思ったんですよね、もう東京の情報も取らずに。でそこでやっぱりね誠実にやろうと思ったら、まずは会うことかなと思ったんですよ。今なかなか会えないんですけども、うん、会うことと、私はずっと毎日ライブ放送をユーストリームでやってたのを Facebook ライブに切り替えて、そしてその後に YouTube でもライブが始まったんで YouTube ライブが始まったんですけどね、とにかくライブで毎日放送して、いつでも問い合わせに答えれるように、売ったら逃げてはい終わりみたいな、私がよく見て絶望したようなね、そんな情報発信者には絶対ならないぞ。もちろん一生懸命やるんだけども、不幸にして儲からない人が出てしまうのはしょうがないし、そういう人がね逆らむしてくるのは、うん、これはしょうがないなと思ってるところあります。もちろんそういう人を無視するわけじゃないんだけども、まあ美味しいパスタを出してもねまずいよっていう評価はあると思うんですよ。でその中で考えたのが、じゃあ塾費用を分割にしたらどうかなとかね、しかも30年。これなら文句ねえだろうと思って、まあ一応完全無料はしないんだけども、やっぱりね
やってみたいっていう気持ちのある人は少しでも手出しをしていただいて、自分にちょっと、ね、区切りをつけてもらいたいなってところと、あと私は銀行振込しか用意してないのにはちゃんと訳があって、あの、はい、決済ボタンを押したらポンってのもできるんですけども、それだとね本当に夜中に YouTube 見ててノリで決済する人が出てくるんですよ。だからわざわざタイピングでなんかオンライン決済をして、わざわざ金額まで打ち込んでとかね、 ATM に行って現金を振り込んで、それで振り込み用紙をなんか社名で送るみたいな、わざわざ手間をかけてでもやってくれる人を速稼塾に入ってもらいたいなと思ったんで、最初からその決済方向なんですよ。なるほど。まあ、そうすると勘違いしたりとか、あのちょっとノリで払いましたとかね、そういう人はまず来ないなと思って、まあ、ある程度本気の人を来ていただけるためにはそういうふうにすればいいんじゃないかなと思ったんですよね。うん、あとやっぱり放送を毎日することによって、あ、この人は逃げないなっていうふうに思っていただければ、もうそのぐらいしかね、自分のこの誠実とかね、潔白を証明する方法はないかなと思ったんで、ね、あと一生懸命あの47都道府県あの皆さんに会いに行きましたけども、ちょっとここ何年かはできなくなっちゃったんでね、自宅に招いたりとかしてたんですけどね、まあ、でもこうやってね、あのズームライブをたびたびさせてもらって、まあ、本当にね、身近な関係を作っていきたいなと。ノブさんともいろいろ動画のやり取りしましたもんね。そうですね、はい。これからもどんどんやってください。もう必ず返します。はい、ありがとうございます。はい、すみません。結局私の話になってしまったので、ちょっと黙らないといけないですね。いろいろあって、YouTube チャンネルでね、ノブさんスタートして、Zoom 対談に至るわけなんですよね、今日のね。そうですね。早速ですけどね、今日初めて、速稼塾の塾生さんとお会いするってことではないと思うんですよ。今まで何人かの人とやり取りしてるはずなんですよ。はい。まあ、これは私なりのね、プレゼントっていうか仕掛けでもあるんですけども、はい、まあみんなと仲良くやって、得意な部分、不得意な部分、協力してやる部分、まあ速稼塾っていう家族みたいなところで、こうやっぱりね、こうお互いに支え合ったり助け合ったりとかしてもらいたいなと思うんですよ。いわゆる横のつながりって言ったら私だけがなんかね上から見てる感じですけども、私も自身も速稼塾の塾生だと思ってるんですよ。だから速稼塾の塾生の中で一番活動している、まあ、塾生筆頭みたいな気持ちで塾の運営管理もしているっていうスタンスなんで、だからね、うん、私も皆さんから学ばせていただくこととか非常に多いなと思ってるんですよね。私の知らないサービスを教えてもらったりとか、それからね、一緒にジョインとしてプロジェクトやってみたりとか、まあ、昨年はサラリーマン YouTuber J さんをはじめ何人かの方とコラボをしながら売り上げを一緒に作っていったっていうのがあったんですけども、そのサラリーマン YouTuber J さんはなんと昨日、今日かな、今朝ね、チャンネル登録1000人来ましたって連絡来たんで、あ、1年で育ったなと思いましたよ。まあ、その他の方もチャンネル登録ね1000人突破したらやっぱりね、全然 YouTube に対する捉え方が変わってきたりとか、少なくとも副収入が上がり始めるわけじゃないですか、広告収入が。そうですね、それが一つの希望になるし、でどんなネタも売り上げ、あの入金になりますからね、はい、どんなネタもですよ。だから私がね、パン食ったりね、ラーメン食ったりして動画に上げるの、そういうことなんですよ。されてますね。で必ず再生されるんで、で1円でも入るわけですよ。ね、そしたら、動画今ね、2万本くらいあるから、1本につき1円でも入ったら、これ2万円が毎月入るって計算になるんですよね。で、1円ってことはないですから。やっぱり2万本くらい動画作ってると毎月ね10万円とか20万くらい入るんですよ、広告収入。まあ割といいでしょ。いや、もう最高ですよ、そんな入ってきたの。私の考えとしては、じゃあ10万本動画作ったら5、60万入るから年金になるじゃんみたいな感じなんです。そうですね、数だけでいいんで、もうあとは、あとはね、動画を1万本アップロードした時に、まあ、あの軽く計算したらそこまでで1億円入ってましたよ、いろんなもので。すごい。だからこうやって動画を作って、あのコツコツやっていくと、いつ頃いくらなのかってことが分かるわけじゃないですか。でそれを教えてあげれるところが、今までそういうことをね、あんまりはっきり言う人がいなくって、うん、はっきり言う人は確か何ヒカキンとかね、はじめ社長みたいな、チャンネル登録が500万人とか600万人みたいな人が、今日のなんか何今月の月収とかやるけども、そんなんいかねえよみたいな話じゃないですか。確かにそうです。でも現実味があるのは、チャンネル登録1000人とか動画を1万本上げたらいくらになるよみたいなの聞いたら、あ、じゃあそこは目指せるよねっていうことは多分見えてくると思うんですよ。でそういう意味もあってね、他の塾生さんとも関わっていただいて、ぶっちゃけいくらもらってるみたいな話もね、
横でしてもらったらいいかなと思うんですよ。私はもう何度も何度も自分の収入言いますけども、まあなかなかチャンネル登録1万人っていうのがね、まあなかなかいかないんですよ。まあ速稼塾の中でも本当私ぐらいなんで、1万人のチャンネル登録の世界ってもう全然違いますからね、今私が話したみたいに。金額からして違うし、暮らしが全然違うんで、まあ、1万人をね、目指していただきたいなと思うし、まあ3000人とかでもね、もう全然変わってきますよ。あ、これだけでいいんだみたいになりますよ。100万再生いらないし、はい、うん、なんていうのかな、ホームランバッターじゃなくていいんですよ。YouTube やってるよぐらいの感じで、お前無名じゃんって言っても、いや無名でもね、お前より給料多いよみたいな本当そうなりますからで特にね、今日ノブさん FX の動画を上げてるでしょ。はい、はい、FX の動画を上げるとだいたい FX の証券会社の広告がつくんですよ。これが報酬が高い。あとね、暗号通貨のネタも報酬が高いんですよ。コインチェックのなんか口座登録とか広告で出るんですよ。そうなんですね。あとはね、車の動画を上げると自動車保険の広告がつくんですよ。これも報酬が高い。そういうところは狙ってやってますね。ちなみにパンとかラーメンとか食ったら広告は何がついてるのか分かんないけど、ほとんど収益ないです。そうなんですね。やんない方がいい。まあ、自分としてはジャンルが、うん、まあ、FX で、まあ、そうですね、うん、選んでよかったジャンルかなと思いますね。いいんじゃないですかね。うん。だからやっぱりお金が動きやすいものとか、単価の高いものをネタにすると、やっぱりね、広告収入は高くなってきますけども、100円のパンやね、1000円のラーメン食っても何も入んないですから。まあ、それこそね、ものすごくラーメンのチャンネルにこだわってやっていくと、それはそれでね、なんか旅行券がついたりとか、なんかグルメの割引券とかが入ってくるのかもしれないですけども、私はちょっとその辺あまり深くやってないんで分かりませんね、うん、けどある程度ジャンルで儲かりやすいもの、まあ広告がついたからですよ、1000人になってからチャンネル登録、そういうのは見えてくるんで、そういうのもYouTube を一生懸命やる人にはね、こういったカリキュラムの中でお伝えしていければなと思ってます。まあいろいろ話しましたけども、他の塾生さんとこう関わりをね何人か持って、印象とかどうでした？そうですね。まあ、やっぱり情報発信をですね、するっていう方、まあ、そのストイックな方が結構多いなっていう印象ですね、うん、まずは。うん、で、うん、まあ、自分のですね、周りの、まあ、同世代の人とかよりも、はいはい、もう明らかにですね、情報収集と発信力ですね。そしたら、そう一番びっくりしたのが、まあ、PC、まあ、パソコンをはじめとするそのオンラインスキルがすごいなと思って。ああ、なるほど。はい。そこは本当で、やっぱコミュニティなんでですね、こう、うん、まあ、分からないこととかあれば、まあ、もちろん本来は自分で調べるっていうのは大事なんですけれども、こうその上でこう分からないことを聞いたら、結構もう自分の時間をこう割いてまでいろいろ教えてくださる方が、まあ、例えば浩二さんとかですね、結構、はい、もう LINE 送ったらもう3通ぐらい返ってくるぐらいの、本当面倒見のいい方がいっぱいいらっしゃって、本当にありがたいです。そうですね。コウジさんはね、もう義理人情に熱いんですよ。で、非常に楽しい方でね、おしゃべりも上手ですしね、気遣いがすごくできるんで、好きな方が多いんですよね。で、コウジさんは、でも1年ぐらいですかね、コウジさんも。昨年から参加してくださって。で、コウジさんは、この昨年の夏にね、クラウドファンディングを私と一緒にやって、で見事ね、目標金額達成して、今、そのお金で事業をしてるんですよ。すごい、すごいです。だから、そういったお金の作り方もあるんですよね。視聴者さんからお金を集めて、その前に信頼関係作んないといけないんですけども、あ、この人にだったらお金を預けても、無駄にしないなって思ったら、出資してくれて、そのお金で事業をして、まあ、事業なんで失敗することはあるよって何回も言ってるんですよ。でも、とんずらかますような人にはやっぱりね、出資したくないじゃないですか。一生懸命やってダメだったらそれはしょうがないじゃないですか。うん、そのぐらいの関係でも、いいよいいよ使ってよっていう人が集まってきて、お金を投じてくれて、目標金額達成して、マネーの虎みたいな感じですよね。ああ、懐かしいですね。いや、懐かしいでしょ。だから、ああいうことも YouTube のチャンネルが育ったらできるんで、ノブさんがね、何かこう、お金に関するコミュニティがあった暁には、
やっぱいまいちお金がうまくできなくって、チャンスができない人、チャレンジができない人に温度を取ってね、じゃあこの人にみんなで出資してみようよみたいな働きかけも、まあ、近い将来ねできると思うんですよ。でのぶさんもそういうのがね多分好きだと思うんでね、人のためにこう働くの結構好きだと思うんでね、うん、そういうのを目標に持ちながらやっていただければなと思いますね。まあ、とりあえずはのぶさん自身がちょっとね生活に不自由しないぐらい稼ぎたいと言われてますけども生活に不自由しないってどのくらいいるんですか、ノブさんは。どのくらいとりあえず稼いでみたいですか。いやー、そうですね。まあ、月に100万ぐらいですかね。まあ、100万なんだけど、みんなね。90万でもいいでしょ、ぶっちゃけ。あ、そうです。はい。はい、本当におっしゃる通りです。でも一応100万を目標にはしていただきたいし、100万はね、まあ、ちょっとした努力でいける範囲なんでね、そんな難しいテクニックもいらないし。本当100万を月間で売る公式っていうのは、まあ、商品単価を設定して集客と販売ができればそれはいきますからね。うん、もうちょっと分かりやすく言うと、速稼塾って最初ね、19,800円でその自己アフィリエイトを教える教室だったんですよ。で、講義時間は2時間です。で、2時間で、まあ、19,800円いただいて、セルフバックで2万円以上の売り上げを立てさせるっていう約束でやったんですよ。うんうんうん、だからセルフバックで2万っていくじゃないですか、2時間ぐらいやったら。まあ簡単にいきますね。うん、特に10年前っていうのはもっと簡単だったんで、まあ2時間あったら5万とか10万とか作れたわけですよ。うんうん、で、入金はいろんな審査があるんで、もっと後になるけども、とりあえず売り上げ10万っていう形で、セルフバックを知らない人とか、知ってるんだけども、ちょっと怖くてできない人っていうのにお金をいただいてやってたんですよね。それが速稼塾の一番最初のカリキュラムで、私が速稼塾始めて最初の1ヶ月で50人ぐらいの方が参加してね、80万の売り上げ上がったんですよ。まあ、割引もしたんで、私の最初の月収って80万なんですよ。すごい。最初の35日。でもやったことは単純でしょ。セルフバックをもう Facebook のつながりのある、当時500人しか Facebook の、 友達がいなかったんですけども、しかもみんな広島の異業種交流会でなんか名刺交換したことがある人とか、ランチ会でたまたま一緒になった人みたいな関係の薄い人ばっかりですよ。で、Facebook にセルフバックの教室やります、19,800円2時間ですってやったら、申し込みがいっぱい来てね、最初の1ヶ月で50人に対面で教えるみたいなことになったんですよ。で、毎日2万円ずつこうもらいながらね、領収書を渡して、今日は3人、今日は4人、今日は1人かみたいな感じで、最初35日過ごして、で、お金貯めてたら80万になって、当時私、麻雀店のね、経営してましたんでね、もう毎月赤字が出てたんですけどもね、まあ、ついにこの生活が変わるなと思った瞬間でした。ああもうね、家賃3万5000円もね、払えなくって、自分の住んでるところの。はい、で、3ヶ月滞納して10万円がなかったですからね。ああ、苦しいですね、苦しいですよ。で、麻雀店は毎月100万円の家賃がいるんですよ。で、人件費300万なんですよ。で、400万いるんですよ、ランニングコスト。で、売り上げがね、200数十万だったんで、毎月100万以上の赤字が出てって、これいつ俺終わるんだろうと思ったんですよね。まあ、徐々に悪くなったんですけども、本当にまあ、麻雀店はそれから速稼塾をやりながら、だんだん締めていくことになったんですけども、まあ、暮らしはね、なんか最初、お金で破綻しそうになったんですけども、あ、これ稼がないといけんなと思って、最初そうやってセルフバックみたいな単純なことしても、やっぱりね、知らない方とかは、ちょっと教えてよってなったんで、単価2万円の設定でね、50人だったら単純に100万じゃないですか。で、私の場合は早期割引とかを設けてたんで、まあ、売上的には100万だったんだけども、実際に手にしたのは80万だったんですよね。でもすごい十分ですよね。そうですね。そればっかりやってたら麻雀店に全然顔が出せなくなったんで潰れましたけどね。まあでもね、やっぱ暮らしが変わるっていうのはそういうことだと思うんですよ。本当に暮らしが変わりましたからね、そうやって。で、赤字の出る麻雀店がなくなったんで、すごく楽になったみたいなことだったんですけども、その副業をね、これから始めていくときに、多くの方が感じるのも、今の会社があるからなかなか副業に力が入んないとか、ともすればね、その副業が会社にバレたらやばいみたいな感じだったりするんですよね。ですごく奇妙なことなんですけども、速稼塾にやってきて、今の仕事じゃ収入がやばいから副業やろうと思うんです。副収入がどうって言ってね、相談に来られるんで、まあビジネスは私も今でもね、
まあ、教えるっていうかね、アフィリエイトの方法でも転売の方法でも今みたいにセルフワークを人に教えてお金もらうんだよみたいなこともやるんですけども、本業が忙しくなったんでできませんっていう言葉が出てくるんですよ。これはどういうことかっていうと、いや、その本業が嫌で副業の方にどん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 やっていきたいと思って副業のフェーズを増やしていきたいんでしょ。でも忙しくなってきたら副業を辞めて本業に戻っちゃうんだ、ずっと変わんないよって話なんですよね。まあ、その通りですね。だから本業をもう放置してでもやんないと変わんないし、まあバランスも取んないといけないけどね。まあそこで私が思ったのは、私の考えはちょっと極端だけども、自分の会社や店が潰れても副業を副収入を本業にして本収入にしたから今があるってことなんですよね。だからここは、うん、まあノブさんの今日ねライブ対談を見に来てる方にもちょっとね心に留めておいてほしいところなんですよね、うん、で一言で言うとね、新しい変化を求めるなら少なくとも今いるところから離れないとダメってことなんですね。その後どうなるか分かんないけど、怖いですけどもね、怖いですけどもね、まあ、私もねいきなり解雇した社員には恨まれてると思いますけどね。一応退職金はお渡ししたんですけども、やっぱり貴重な20代とか30代を私の会社でこう過ごしてくれたのに、まあ、クビになってね、しかも麻雀店じゃないですか。そうですね、転職先って厳しいと思いますよ。なかなかそうですね、厳しいでしょうね、うんうん、でもね、なんていうのかな、麻雀店といえどもちゃんと仕事をしてきたら次の就職先は絶対あるんで、それはやっぱり自己責任っていう風な言葉はあまり使いたくないけども、いい加減な麻雀店の働きをしてたらさすがに集客力もないしね、接客力も落ちるし仕事ないんじゃないかなっていう風に今はね思うことにしますね。ちょっと冷たいけどね、それぞれ、ね、自分の人生は自分で作るしかないんで、私が養うわけじゃないんでね、別にお父さんでもお母さんでもないんで、まあ、ちょっとねでも若い時間を過ごしてもらったのにもうちょっとなんかできなかったかなっていう気持ちはありますけどね、はい、というところでね、そういった社員たちも速稼塾に来てくれればよかったのになと思うばかりですけど、あ今となってはですね、はい、まあ、ノブさんね、でもやっぱり100万円ぐらい稼いでみたいなところがあると思いますけども、先ほどお話したようにね、100万円稼ぐのはそんな難しいことではないんですけども、実際に自分で本当にできるかなっていうふうに、まあ、思うのは思うんですけども、うん、じゃあその本当にできるかなをやってみるかどうかっていう、その一本ね、うん、なんかこう飛び越えれるかどうかってところですよね。はい。飛び越えたところで100万目指したんだけども、30万かもしれない。でも、あ、すげえな30万じゃんとか、いや仮に5万でもあすごいなって思えないといけなくて、やっぱ100万に向かう過程では月収1万とか3万とか5万っていうフェーズありますからね、そこで終わりじゃないんで、やっぱりね、はい、1万円でも稼げたらすごいなって自分を褒めてあげる瞬間はいるかなと思うんですよ。でのぶさんの場合は副業チャンネルなんで自分も稼ぐんだけども、見てる人を稼がせるってところがね、多分サービスのキーポイントだと思うんですよ。はい、はい、で副業チャンネルっていうことなんでね、もともとは今 FX に切り替わったかもしれませんけども、いろんなお得な情報とかも紹介してくださると思うんですね。はい、でノブさんはどんな方を稼がせたいって思ってます？まあそうですね、うん、まあ先ほど言われたように、まあ本業が忙しいとか、まあ、まあいろんな方が、まあ自分のですね、まあ、状況は人それぞれあると思うんですけれども、うん、まあ、今のその状況っていうのがやっぱりその先ほども冒頭で言われたように、まあ、所得っていうのがまあ平均的に下がっている、うん、200万程度下がっていると言われたじゃないですか、まあ、っていうので、まあ、結構みんなうずうずしてると思うんです、うん、こうどうにかしないといけない、うん、でそういう方々のためにですね、まあ、自分もいろいろ副業してきたんです。副業とかも、うん、その中でやっぱり FX というのは本当に何でしょう、こう稼げる環境というのが、まあ、結構その、まあ、素晴らしいといいますか、まあ、他の企業に比べたらですね、自分で思ってますので、そういう、まあ、一歩踏み出せない方のために、まあ、なるべく対象じゃなかった、ちょっとすみません頭がこんがらがってます。どんな方をどんな方にね稼いでもらいたいかってことですね。あ、そうです。まあそうですね、まあ、副業したことがなかったりとか、まあ、もちろんトレード FX をですね、まあ、したことがない人だったりとか、トレードしてるけどなかなかこう利益が上げられないよっていう人を対象にですね、その稼げるっていうその感覚というものをつかんでいただきたいなと思っております。うん、この投資とかね、まあ、特に FX とか株っていうのが、まあ、
全然やったことがなくって、しかもやるきっかけもつかめない人を、まあ、引き込むとしたらね、引き込むって言ったらなんか悪いことに引き込むみたいな言い方ですけども、その人に大丈夫だよやろうよっていうふうに励ますとしたら、まあ、どんな誘い方があると思います？ああ、そうですね、まあ、そこもなかなか難しいんですけど、まあ、やっぱりチャンネルをやってる自分が一番楽しんでるところがよく見せるところですかね。見せるためにもやっぱり更新頻度を落とさずに、こう毎日安心して見ていただけるような状況というのを自分で作るというのが大事かなと。FX ね、なんか超反博打みたいで、取り組みは簡単そうだけども、それによってお金をなくしちゃう人っているんですよね。でも FX のいいところってストップロスっていう設定ができるんですよね。そうですね。要するに10万円口座に入れてました。でも100万円負けましたってことはありえないわけですよ。はいはい。そうですね。今ではお衣装っていうね、ちょっと専門用語になっちゃうけども、お金が足りないからさらに入金してくださいみたいなのめったに来ないんで、そこさえちゃんと抑えていって、お衣装を求めない口座を選べば、もうお衣装すらないんで、本当に大胆にできるし、あとね、ストップロスっていうのをかけることによって、10万円口座に入れたんだけども、5万円負け、含み損が出た段階で、決済してくださいっていう仕掛けをすることもできるんですよね。はい、でそうなると、負けの限度額ってこっちで設定できるんで、そういうふうな仕組みを学ぶことによって、お金を全部なくしちゃいましたってことは絶対ないし、いくらまでだったら自分のお金をなくしても大丈夫なのかなっていうふうなことを最初に決めておけば、それ以上は全然こう取られることもないのが FX のいい仕組みだなと思うんですよ。だから私はね、エントリーと同時に、そのストップロスをね、予約決済でかけておくことをいつもルールで決めていて、私の FX 口座に来る人もそれを絶対条件にしてるんですよ。そうすると資金がなくなることはないから、どんなに悪くてもパーにはならないよと、これが一つですね。あと一つは、投資に使うお金は絶対に余剰資金じゃないとダメなんで、このルールはね、いくら言っても破る人ばっかりなんですけどね。で、余剰資金っていうのは分かりやすく言うと、10秒後になくなっても全く困らないお金だということなんですよ。で、10秒後っていうのがミソで、じゃあ10秒後にね、300円なくなりましたって知名度ですかってことなんですよ。で、10秒後に3万円なくなったら知名度ですかって言ったら、あ、ちょっと1ヶ月きついなみたいな。で、10秒後に30万円なくなったら、いや半年ぐらい引きずりますわみたいな感じですよね。でも300万なくすとね、そもそも投資から退場せざるを得なくなっちゃうんですよね。借金を返す生活に入るかもしれないんで、そもそも投資をやるのに借金で参加するのはどうかなと思うんだけども、でもそういうふうにどうやったら最悪の状態が避けれるかってことを最初にネタバラしておけば、とりあえずは怖いっていう感情から安心感に変えていくことができるんじゃなかろうかって思うのが、私の投資を怖がっている人へのメッセージなんですよ。で、これを繰り返しされることによって、最悪の状態はないよねっていうふうに繰り返し分かってもらうこと、それから次は夢の部分ですよね。はい、いや FX 株投資って儲かるよ、労働いらないよ。で、しかも私はテクニカルトレードをしてるんですけども、テクニカルって一回覚えたら新しいテクニカルの理論って出てこないんで、それで終わりなんですよね。私はテクニカルを6年前に覚えて、使い切るまでに1年かかったんですよ。使いこなすまで1年間は全然勝てなかったけども、そっからというものを5年前に覚えたことだけでずっと勝ってるんですよね。だから楽ですよね、もうすでに。今日も随分と稼がしてもらってだいぶそうですね。なんかこんな一方的な相場はめったにないぞそうですね。でもすごくね、ちょっと熟知たるものがあるのは、世の中的には日本はすごく不景気になるんですよ、この円安は。はいはい。でも片方では円安を喜ぶ自分もいて、逆に円高になっても勝てるんで、今度はセールしときゃいいんでね。いや FX にいたらなんかどう転んでも金に困ることは絶対ないなっていうところまで今は来てますよね。そういうふうに夢を与えてあげるってことができると思うんですよ、自分の体験とか学習からね。はい。で、先ほど私がお話したのは FX の恐怖を消してあげること、次は FX の夢を与えてあげること、この2つが理解できたときに、じゃあやってみようかなっていうふうに
背中を押すことはちょっとはできるんじゃないかなって考えてるのが私のやり方なんですよね。はい、まあ、参考になったらノブさんも使ってください。ありがとうございます。そのままそっくりパクってください。まあこういうふうに面白おかしくね、そっかしくの講義っていうのは私の雑談の中から生まれてきますからね。そうなんです。いや、今言ったこと本当ですよ、でも。はい、じゃあ今日はね、視聴者さんもいらっしゃると思うんで、こういうふうな話し方してましたけども、もっともっとね、ノブさんの魅力を引き出していこうかと思いますので、次の質問に移らせてもらいます。はい、このね、 FX のチャンネル、もともとは副業チャンネルなんですけども、稼げる案件をね、どんどんこれからも FX のスキルに関わらず紹介してくれると思うんですよ。で、さっきちょっとセルフバックの話をしたんで、ちょっとセルフバックのことでね、私実はね、セルフバックね、ここ 2,3 週間全然見てないんでわからないんですけども、今儲かる案件ってなんか思いつくのありますね。セルフバックでこれがいいよとかね、このカードいいよとかね、ウォーターサーバーなんか出てたよみたいな、なんか思いつくのあります？あ、それはですね、まあすいません、私の今動画内でもあるんですけど、うん、はい、まあ面談をするだけで、うん、はい、まあ、しかも家でですね、家で、まあ、このズーム対談からなんかわからないんですけど、まあ、面談を行うだけで、まあ、4万5千円もらえるような感じがありますね。あ、ありますね。1万5千円が4万5千円ですよ、今ね。そうですね。はい。うん、私、もう受けちゃいました、あれ。4万5千円ゲットだよ、もう。いや、あれは熱いですね、本当に。いや、みんなあれやればいいのになと思うんですけどね。まあ、もちろん、面談の態度が悪いと、ちょっと不成立もありえるんですけども、うん、もうネクタイ締めてね、むちゃくちゃやる気をもう出して、メガネかけておきました、私は。メガネ、伊達メガネで。こうやってこうやりながら、本当ですか、電卓こうやってね、電卓出してこうやって、本当ですか。そうですよ、ここまでやってないけど。あ、そうです。あと、まあ、やっぱ資料請求とかも結構ありましたね。うん、うん、資料請求ね。ほとんどまあ不動産投資のものなんですけど、うん、まあ、その資料請求というところ、まあ、あれですよね、うん、アフィリエイトサイトのまあモッピーだったりとか、うん、A8 ネットとかのページに行っていただいて、その資料請求というところをしていただいて、そしたらいろいろ出てくるので、まあ、資料請求するだけで、うん、まあ、あったとしても、ちょっとしたこう電話連絡だったりとか、ちょっとしたアンケートですかね、うん、を終えるだけで、まあ、1件あたり、そうですね、大体3000円からまあ5000円ぐらいの間でですね、うん、セルフバックもらえるっていうのは、そうですね、これがもうここ何年もずっと継続してあるので、定期的に行えるいい案件なのかなと思います。うん、そうなんですよ。このセルフバックとかね、ポイントサイトって、やれば誰でも毎月2万、3万、5万、10万と、やっぱこう、お金にはなるんですけども、案外やらないんですよ、これね。うん、で、このセルフバックについてはね、私は日本一やったんじゃないかなって思う自負があるんで、最初の3年間で私、セルフバックだけでね、300万稼ぎましたからね。え、そんなに稼げる？多分この記録は誰も超えられないと思います。それがね、毎月10万以上は売り上げじゃないですよ。利益でセルフバックで稼ごうと思って、40社ぐらいの ASP に登録したんですよ。はい。それこそ最初の半年はね、カードばっかり届いて、はい、もうカードブラックになって、いろんな審判会社からお前は申し込むだけだからみたいな警告くらいましたよ。それはそうなりますよ。すごい、まあ、でもただ面談、うん、面談系も結構ありましたけどね。はいはい、結構ね、やりすぎたエピソードはね、セルフバックに関しましてはね、日本一あるんじゃないかなと思いますね。なんか私以上にセルフバックやったやつ見たことがないですよ。ずっとポチ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 やってるって感じですよね。携帯のスマホとかパソコンとかでも。はい、要するにセルフバックの講義をお金にしてたんで、答えられないセルフバックがないようにしようと思ったんですよ。ああ、なるほど。はい、そしたら人によってはね、いや、自分はカードが作れないんですとかね、面談系がちょっと苦手なんですって人がいるわけですよ。そしたら、うん、こういうのがありますよ、ああいうのがありますよって言えたら、その人は稼げるじゃないですか。はい。で、ほとんどのそのセルフバックを教えると言われてる人は、カードぐらいしかできないんで、カードが作れませんって言ったら、あ、どうしましょうかみたいになって、なんか変な雰囲気になるん で、私の場合は、例えばね、あなたに2万円稼がせるって言ったら、資料請求の1000円とか2000円でも積み上げて、必ず
その金額まで行かせるんですよ。だからそう考えたらね、例えばスマホゲームのアプリをダウンロードして500円とか1000円とかあるわけなんですよね。それをやりましょうとか言って、ちょっとスマホ貸してくださいとか言ってね、私がこうアプリダウンロードして、これ1ヶ月解除しないでくださいねってやると、2ヶ月目から課金されるから、必ずその時には私のとこ来て解除一緒にしましょうねってやったら、まんまと報酬は確定するんですよね。あ、そういう細かいところまでやると、もうどんな人でもいらっしゃいなんですよね。うん、稼がせられなかった人がセルフバックではいないっていうのはね、私の最初の3年目までの、まあ、実績で私にかなりの自信をもたらしてくれて、同時にアフィリエイトの案件ってセルフバックから来てるんで、アフィリエイトがねものすごく進むわけなんですよ。うん、それこそアフィリエイトサイトは1万4000サイトを手作りで作って、でそっからの収益がもうなんか18ヶ月連続でナンバーファイブに入りましたからね、全国ナンバーファイブ。すごいですね。金額で200万とか300万ですよ、毎月。いや、そしたらアフィリエイトのトップランカーに大体いつも同じ人が出てくるわけですよ。はい。そしたら、ああ、なんか、あ、小野田さんここいるなとかね、堀江もここにいるな、あ、与沢翼さんとなんか1位2位争ってるみたいな自分がいたりとか。あ、松潤さんどうもお疲れ様です。すいません、FX の話全然しなかったんですけど、あとで見てください。ありがとうございました。そんな感じでね、副業っていうのは、まあ、セルフバックもあったりとか、ポイントサイドもあったりとか、まあ、みんなの銀行みたいなのがあったりね、あと FX も当然あるんですけども、たくさんあるわけじゃないですか。はい、で、ノブさんは今回、副業チャンネルを始めたんだけども、やっぱ自分が伝えていけるものっていうのは FX がいいなと思って、FX になったと思うんですよ。まあ、ですんでね、今まで FX がやったことがない方とか、やってみたんだけどうまくいかなかった方に、これから動画を通じてね、アプローチしていただきたいなと思いまして、ノブさんのそのシンプル FX ってやつをね、これからどんどん広めていただきたいかなと思います。まあ、どんなものなのか私もちょっとわからないんですけども、簡単に言うとどういったものになります？シンプル FX っていうやつは。まあ、そうですね。本当、まあ、自分の、まあ、成功体験ではあるんですけど、まあ、シンプルにこう水平線を使った、うん、テクニカル分析で、トレードを行うというところになります。で、まあ、その、もちろんそのシンプルにトレードを行う上でその水平線を引くっていうところが一番重要にはなると思うんですけど、まずそこの引く、そのラインの引き方ですね。うん、で、その後のそのラインに関わるエントリーの仕方と決済を含めた、まあ、そうですね、まあ、本当ざっくりなんですけど、ちょっとこうですね、まずは動画を通して、様にお伝えしていくという流れになります。そうですね、まあ、YouTube をされてるんで、YouTube でその辺を分かりやすく伝えると、もっともっと学びたいっていう人が、ね、出てくると思うんで、ぜひね、分かりやすく、まあ、伝えていっていただきたいかなと、まあ、動画でね、見せていただけると、多分一番分かりやすいんじゃないかなと思いますんで、ね、まあ、そういった意味で、どんどん更新してみてくださいね。はい、さあ、それでこれからね、今年始まって、どんな年になるかなと思ったらね、相変わらず、まあ、オミクロンみたいなのもあったりとかね、活動自粛を。なんかしないといけない雰囲気になったりとか、まあ、それからなんか戦争も始まっちゃったりとか、まあ、社会保障費も上がるし、なんか増税もあるし、もう嫌になっちゃいますね。嫌になっちゃうけども、この日本で生きていかなくちゃいけないってところで、まあ、戦争なりね、感染症が私たちの暮らしをかなり脅かしてると思うんですけども、まあ、今年は一体ね、まだ丸々残ってますよね、10ヶ月近く。どんな年になりますかね。そうですね、まあこのコロナの影響っていうのが、まあ、あったので、まあ、その時期でですね、多分自分で何かしらこうその稼ぐ力だったりとか何か行動を起こさないといけないなと思ってる人っていうのが多分いっぱいいらっしゃると思うんです、うんうん、でもそうですね、でもそういう中でやっぱりこう行動しないとですね、取り残されるような中になるのか。でもですよ、やっぱ行動したからといって、うん、その情報収集が間違ってたらとんでもない世の中になりますし、多分そういう人をですね、まあ、駆逐しようとする人がいっぱいいると思うんです。うん、Twitter だったりとか、うん、まあ、もちろん Facebook だったりとか、ネット上とか。そうですね、だからそういう、まあ行動もしないといけないし、その中で情報を、まあ、選定するとか、精査する力っていうのが、とても難しくなるような、そういう時代になるのかなと思います。年になる、うん。確かにね、情報を選ぶセンスっていうのは個人にも託されてるんで、有名な人が言ったから正解とも限らないし、権威のある人が
言ってるからいいとも限らないし、ここに書いてあるから間違いないってこともないしね。なんだったら政府だって意図して嘘を広めることもあるんで、相当慎重にならないといけない。そういう意味ではもう自己責任っていうのはあまり使いたくないけども、私たちの目の前に突きつけられてますよね、うん。まあ、その中でね、やっぱ FX を選ぶっていうのは私はすごくいい選択肢だと思うのは、相場っていうのはそこにはね、たくさんの人の意思が入ってるんだけども、結果には何の意思もないんですよね、うん。エントリーして利確しましたったら、その儲かったっていう結果が残るだけで、どんな嘘をついても、どんな失敗をしても、どんな自分が人生を歩んでいても、まあ、儲かるか儲かんないかぐらいしかなくって、で逆にね、どんなに誠実にやっても、どんなに真面目な人がやっても、技術がなければ損切りで終わったり、ロスカットで終わるわけなんですよね。うん、で一回ロスカットにあっちゃうと、ああ間違えましたってもう許してくれないし、ビジネスみたいに甘くないんですよね、投資って。うん、返ってこないのよ、お金が。で、一生懸命労働で稼いだ3万とか5万っていうね、1日じゃ稼げないような金額が、なんだったら3分とか5分なくなるのが投資の世界なんで、うん、それこそ詐欺で取られるのと変わんないですからね。何に怒りをぶつけていいのかわからないですよね、本当に。はい、でも逆に言うとね、投資を身につけると、そういった人の悔しさを自分の懐に入れて、一人だけ太ることができるというね。そういう血も涙もない世界ですよ、うん、だから儲けた金額は気持ちよく使って社会にお返しして、一生懸命働いている人の所得になっていくんではなかろうかと考えながら、まあ、少ない金額だけども大盤振る舞いしようかなというところですかね、うん。まあでもね、本当自分で情報を取りに行って自分で考えていかないといけない、うん、そういう世界だと思うし、うん、なんかね、誰が進む方向が正しいか本当分かんないですよ、これは、うん、ね、でずっと正解だったものがそうじゃなくなるっていう、そんなね、おかしな状態にもなってきますし、まあ、私なんてのはいい学校に行っていい就職をして明るい老後みたいな、そのテンプレートを信じて大学まで進みましたけどもね、社会に出たら全部壊れてたんで、話が違うぜみたいな。なんだよ、働いたと思ったら、就職したと思ったら、前ブラック企業みたいな、え、給料また出ないのみたいなね、ボーナス削減っすかみたいな、おかしいやん、出勤時間も8時って書いてあったのに、なんで5時半なんだよみたいな。それはちょっとやりすぎまあでもみんながやってるからやるしかねえなみたいなね、みんなにもう決定権握られてるみたいな。で、真面目に働いたら会社が潰れて、何だったんだろうみたいな。怖いですね、集団心理って、そう言われると、本当に。まあ、怖いですけどね、今度、自分で会社をやってみる身だったら、うん、まあ、経営者はいつ会社を潰すか、その決定ができるんで、はい、社員にバレないように、本当だ。立場が変わるとね、価値基準は変わるんですよ、こういうふうに。まあ、だから本当にね、自分の勤めてる会社が、そういう経営者になんか当たってないかなとかね、その経営者にも暮らしがあって人生があって夢があって家族がいるじゃないですか、はい、そしたら社員なんていくらでも捨てますからね。あ、自分の人生の幸せのためにやってるんで、社員を豊かにしようと思ってやってるわけじゃないですからね、うん、でそういうのも込みで自分が勤めているってことは完全にコントロールを人に渡してるっていう、それもだから情報の自分の捉え方なんですよね、うん、やばいんですよ、もう人に握られてる時間とか収入、なんだったら次の給料が本当に入ってくるかどうか分かんないですよね。怖いですね。明日会社がトンズラみたいなのが全然あるんで、うん、まあ経営してるとね、自分の会社の備品をいつでも金に換えれる準備して社員の給料を払う直前にトンズラするみたいなことがいかに美味しいことか分かりますか。で、社会保険料も払ってるふりして、払ってない会社なんて4割ぐらいあるんで。あ、そうなのか。だって労働保険って言って、なんか会社で怪我したら保険効くみたいなのあるじゃないですか。払ってない会社はもう全然余裕でありますからね。え、だから怪我をしたんだけど労災がないみたいな、ね、
なんだよそれみたいな。うわそれはきついですね。だそういうのもなんか会社がやってるから大丈夫だろうみたいなんじゃなくて、なんかたまに確かめてみるとかね、はい、うん、そういうのもやっぱりこう情報の扱い方なのかなと思っちゃいますけどね、うん、まあそういう意味でもなんか自分を雇ってくれた会社ですら敵かもしれないって考えないといけないですよね。うん、そうですね、確かに、はい、まあですんでね、その会社を、まあ、ある意味ね裏切っていかないといけない。自分が稼いでもうあんたの会社いらねえよ、俺もう金に困ってないからみたいな感じでポーンと蹴っていくぐらいのたくましさがいるかなと思いますよね、はい、うん、はい、でちなみにノブさん、お金稼いで結構な金額になったら将来はどんなことしてみたいです？あ、そうですね、まずはまあ個人的な目的、うん、なんですけど、まあ、いろんなとこを旅行してみたいです。うん、うん、旅行ね、うん、あとはまあそうですね、まあ、みんなでやりたいことすれば、まあ、いろんなこうイベントを企画してですね、音楽鑑賞が好きって言ったんで、まあ、その音楽イベントとかその、まあ、地元の、まあ、アーティストとかを含めてこうイベントとか、うん、あとは、まあ、そうですね、釣り大会とか、 なんかミニ四駆大会とかですね、なんか小さい頃あんまりこう裕福じゃなかったんで、まあ、ミニ四駆もあまり買えなかった、まあ、今も買えるんですけど、どうせやるならっていうことでこう 大きなイベントでやってみたいってなる。あ、まあ、いいじゃないですかね。ミニ四駆大会の横でなんか実物大のデカ四駆大会とか言ってね、普通の四輪駆動で大会してる。楽しそうですね。なんか度肝を抜くような大会ができそうですけど、あでもミニ四駆の大会のその余興でね、はい、本当の四駆に乗ってみませんかみたいな試乗会とかはちょっとしたなんか出し物になるかもしれないですね。ああ、そうです、なんか面白そうですね。うん、私なんでね、そのレースとかはあまり参加したり見に行ったりすることはなかったんですけども、なんか一回ね、あのアメリカの黄色いスクールバスって分かりません？まあなんか映画でよく見るような。そうそうそう、はい、あれのねレースがあるそうなんですよ、スクールバスのレースが。そうなんですか。あれはなんか見てみたいなみたいな、ね、でやっぱりダートコースでやるんでなんかぶち壊れるんですよ。で倒れたりバーンってやってタイヤが飛んだりとか、ダイナミックなんですよそれが。すごいですね。あ、そういうね、なんかとんでもないでかいスケールのやつとか見てみたいなとか思っちゃいますけどね。あ、まああの怪我のないようにレースも楽しんでいただきたいかなと思います。そうですね、まあ釣りとかもね、なんかこうブルーギルとかっていうのを幼い頃釣った覚えがありますけども、あ、なんかこの年になったらマグロ釣りに行きたいなと思います。スケールがカジキマグロ。まあ思うだけでなかなかね行動には移せないんですけども、はい、まあいいじゃないですか、そういったねお金稼いだらこんなことがやりたいなっていうのは、その夢を叶えるために、子供の頃の憧れを叶えるために、これからの人生は私たちに手渡されているんじゃないかなと思いますんでね。やっぱ暗い話題も多いですけども、明るい話題でそういった暗いものをねどん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 こう排除していきたいかなと思いますよね。はい、じゃあもうぼちぼち時間も来ましたんで、今日ね動画をご覧いただいている方にのぶさんからちょっと自由にメッセージを少しいただきたいんですけども、よろしいでしょうか？あ、はい、わかりました。そうですね、まあ、私はですね、まあ、もちろん今本業があるんですけど、こう副業ですね、まあ、いろんな、そうですね、まあ、いろんな副業やってきました。まあ、在宅ワークとか、まあ、タスク業務とかですね、まあ、全然割に合わないものとかもですね、でまあ、セルフバックもしましたし、もう時にはですね、ウーバーイーツとかもしたんですよ。自転車乗って運んだりとか、あれもめちゃめちゃきつくて、結構自転車こいで、しかも仕事終わって、うん、限られた時間で、まあ、ゴールデンタイム丸々稼げるわけでもないですし、うん、そうですね、あと、そうですね、あ、そうです、黒猫山とか、うん、あと、そうですね、警備員もですね、うん、やりました、うん、仮想通貨とかもいろいろやったんですけど、うん、やっぱりそのいろんなのを全部やった中で、結論としてやっぱ FX だよね。うんうん、FX ってこうやっぱ中にはですねこうオワコンだとかいうような人もいるとは思うんですけど、やっぱり先ほどもお伝えしたようにですね、こう稼ぐことに興味を持っている方っていうのも多いと思いますし、どんどんですね FX も参加人数が増えていって、まあ、市場としてもですね結構その安定してきて副業の柱になると思っております自分はですね、うん、なんでそういう中で、まあ、スキルさえあればですね、まあ、FX でも稼げることができますし、それによってその、まあ、今年はちょっと厳しい年になると、その
まあ、情報を精査する上でも迷いがいろいろ出てきたりとか焦りが出てきたりとかする人も出てくる中で、 FX というのは、まあ、その中でもこう自分の心をですね、揺るぎなく稼ぐところに導いてくれる、本当に素晴らしいものと思っております。で、学んだトレードスキルも、ね、人生の、まあ、資産になりますので、まあ、私から言いたいのはとりあえずですね、まあ、今トレードで、まあ、トレードしたことがない人、もしくはトレードをしてるけどなかなか稼ぎが上がらない人とかも、とりあえずですね、まあ、私のチャンネルを毎日見てほしいです。で、毎日私のチャンネルを見ることによって多分何かしらのこう気づきがあるはずだと思います。まあ、それはですね、もちろん自分のスキルだったりとか、あとはそうですね、まあ、プライベートなのかもしれないですし、まあ、その方のまあ性格、まあですね、に関わることだったりもすると思います。だからそういうのも含めて私のチャンネルでですね、いろいろ伝えていきたいと思いますので、ぜひですね、毎日見てください。はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあのぶさんのチャンネルを見てちょっと興味ができたなと思ったら、一体どこに連絡をすればいいのか、その連絡先をいただいて、でもしくはね、その今日はご覧になってくださった方にプレゼントがありますよっていう、まあ仲でなければないでもいいですけど、プレゼントがあるよって場合はそのプレゼントも添えて連絡先を教えてください。わかりました。連絡先をどうやってお伝えしたらよろしいでしょうか。連絡先はね、まあ、皆さんには紙に書いてこうやったらいいんじゃないのって、こうやってなんかね、あ、チャットにじゃあ流しても大丈夫ですか。あ、いいですよ、それでもいいですよ。そういう方もいらっしゃいます。チャットに、はい、なんか連絡先、メールアドレスなど、あ、今出ましたかね。はい、はい、シンプル FX チャンネルという、 もうチャンネル名とほぼまんまのメールアドレスなんですけど、はい、こちらお送りしました。で、まあ、プレゼントではないんですけれども、まあ、自分がですね、こうトレードを行う中で、まあ、学んだことだったりとか、まあ、自分ももう8年ぐらいしてるので、その中でお伝えできるもの、そういうことも含めてですね、まあ、そういうのを伝えていきたいと、これから思っております。で、その中で、トレーダーとしてですね、私が、一番思ってたのは、結構孤独だったんですね、トレーダーをしてて。だからトレードスキルを学ぶ上でも、やっぱ環境って大事だなって。その環境を構築する上でもですね、今度の、まあ、2020年4月の、まあ、区切りの日にちからちょっとコンサルをしようかなと思っておりますので、本当に、まあ、損はしませんし、もうトレーダーとしての、まあ、スキルが上がらないところの悩みだったりとか、まあ、孤独感とかそういうところ、一番気持ちは人一倍分かるので、そういうところも含めてですね、フォローアップをしていきたいと思いますので、ぜひやる気のある方ですね、今の状況を打破したいとか、そういう方ですね、ぜひ、アドレスの方に連絡をいただければと思います。まあ、それ以外でもですね、全然プライベートなお話でもいいんですけど、はい、連絡をいただければと思います。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあね、今日の放送、そして動画をご覧になった方で、のぶさんとお近づきになりたいわって方は、概要欄にね、メールアドレス貼っておきますので、ぜひね、こちらの方からメールを送ってみてください。メールアドレスありますけども、FX のことじゃなくてもね、連絡してあげれば、返信は来ると思いますんで、ぜひね、のぶさん、返信をしてあげてください。あ、はい、ぜひ、よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日は以上のような感じですけども、ちょっとリラックスでどうでした、今日はやってみて。めちゃめちゃ緊張してですね、最初、開始、そうです、久保さんに LINE を送ったんですよ。ちょっとめちゃめちゃ緊張しますっていう感じで、もう本当だ、やるって、まあ、どうしよう、もうビールでも買いに行こうかなと思って。あっという間でしょ。そうですね、はい、おかげさまで、はい、楽しみが過ごしていただきました。はい、まあ対談っていうのはね、うん、まあ私がいつも持ちかけるんですけども、まあスムーズに運べるように、まあ、私がね半分くらい喋りますんで。でもちろんね、伝えたいことがたくさんあったら私は黙りますんで、いろいろとね、喋っていただいてもいいんですけども、まあ今日ね、こうやって時間いただいて、私としてはもう動画のやり取りを結構してるんでね、だから私としてはすごく、いつもの感じでできたんですけども、まあ相川さんもね、今、対談緊張しますって書いてくださってますけども、いや、本当にね、私の方はこれもう10年もやってるんで、どうってことないんですけども、でもやっぱり緊張しますよね。いや、特にね、ノブさんね、私の動画にもうちょっとこう少し憧れてきてくださってるんで、
多分なんかビッグスターと対談してるみたいな感情にもしかしたらなってるかもしれない。そこら辺を差し引いて今日はね聞いていただければよかったかなと思いますけども、でもまあ相川さん本当ありがとうございます。相川さんもね本当に対談した時はね今年の1月だったかな、緊張したって言われてましたけども、あれから相川さんも動画のアップロードがすごい進んでですね、今コンスタントに、まあ、出勤系 YouTuber みたいなのをしますよね。実は本当に芸能人というね。ありがとうございます。芸がないから芸能人かもしれないですからね。無芸退職でございます。いや、本当に恐縮です。いや、でもその、ノブさんね、そのトレードをね、こうやっている、まあ、サラリーマンかどうか分かんないですけどね、副業としてトレードを選ぶ中で、在庫を抱えなくてもいいですしね、それからFX のいいところは、ちょっとロットの切り替えができますんで、別に10円でもトレードはできますしね。で、勝てるようになったらいつでもそれは増やせますから、ロットは。ただ、ロットを増やすと今度精神力の戦いがあるんでね。はい、やっぱり、ロット1で、レギュラー講座でやると、大体こう、エントリーした瞬間に、なんか、これ、スプレッドがね、1000円とか2000円とかついちゃう。マイナスからスタートなんでね、いつも。そうですね。マイナス1000円じゃん、みたいな。で、大抵エントリーした瞬間って、なんか知んないけど逆方向に行って、マイナス2500とか出ちゃうんで、やべえよ、みたいな。プラスになったらすぐやめよう、みたいな。完全にプロスペクト理論に入っちゃうんですけど。本当なんか、同じように精神状態動きますよね、本当の人は。だから私も結局ね、FX のトレードの第1番目はやっぱり専門用語入れないとダメだなっていうふうに思うんですよ。ね、やっぱりこう今日もね決済のこととかね、ロスカットとかね、口調呼吸みたいなこと言いましたけども、ああいうのが分かってないと、それから機械の操作法がね MT4 とか分かってないとなかなか難しいかなっていうのが一つ目なんですけども、うん、二つ目はやっぱりこう練習をしてみるってことかなと思うんですよね。デモトレードとか10円トレードとかでやってみて、うん、で3つ目のフェーズってのは精神力なんですよね。口座にお金を入れて、で、実弾込めてエントリーすることのこの怖さですよ。うん、で、それがね、いい刺激になればいいんですけども、やっぱね、なけなしのお金がなくなっていくとか、なんか自分は大それたことしてんじゃないだろうかとかね。で、勝ったら勝ったで、これまたね、なんかドキドキするんですよね。うん、うわー、なんだ、今日15万も勝ってるじゃないかって、本当に15万だったらビビりますからね、今でも私は。本当にこれいいんだろうか、みたいな。ここで、なんか、ポジション、もっともっとね、この何日かだったらね、ずっと倍に動いてるんで、ポジション連発するわけです。追撃で。あ、なんか違う、100万円も上がってるぞ、みたいな。本当か、みたいな。本当にビビりますよ。この金っていうのは一生懸命働いた人がなくしたお金じゃないんだろうか。今でもね、感覚はそんな感じなんですよ、私は。いくらエントリーして勝てるようになっても、なんかすごく震えますね。ひょっとしたら10円とか20円のトレードでもこうなるかもしれないですね、未だにね。気になりますよね、うん、だからロットを上げると今度ねエントリーができなくなっちゃうかもしれないんで、精神鍛えていかないといけないかなっていうところで、まあ、その辺もね、まあ、ノブさんトレードしながら感じてるところが多いと思います。でも多くの方 FX にねやっぱ希望を見出してほしいし、怖いとは思うんですけども、商品作ったり集客したり販売するのがどうもなって方は、やっぱ投資の方にもちょっとね目を広げていただいて、であと暗号通貨はね税制が複雑なんで私本当進めないです。もう決算でも本当にヘトヘトになりますよ。自分じゃもうできないレベルなんで暗号通貨あんまりお勧めしないですね、本当ね。そうですね、もうそのあれですね、両替の都度税金がかかるんですよね。確かに怖いですね。ビットコインとかイーサリアム程度だったらいいんですけど、なんかよくわかんないアルトコインとかはなんかビットコインに換金したりとかしないといけないんで、海外口座使ったりとかね。そうですね。もうなんかね、詐欺やってるような雰囲気ですよ。あ、ちなみにノアコイン買いました。あ、自分も買いました。あ、違いました。スピンドルは買ってないですよね。スピンドルは買わずにエアドロップだけもらいました、ね。あ、そうなんです。まあ、ノアコインとスピンドルはね、もう私はそんなに被害を受けてないんですけど
私が止めたのに買った人が多いんですよ、これは。そんなね、ノアコインを買って金なくすくらいだったら、塾費を払えよとか思ったけど、30年ローンにしたらそっちの方にね、使っちゃったみたいなね。まあいいんですけど。面白いですね、だから暗号通貨はね。ほとんど詐欺という。そうですね。うん、まあでもね、あの、一昨年あたりから、アルトコインのランキングに載ってるやつは結構見どころがあるやつがあって、その私はジンフィンコインっていうのは、ジンフィンネットワークっていうのをね、あまり目立たなかったんだけども、あ、でも価値を上げてきてね、金額もついてますし、ああいうのとかね、あとアスターっていうのが最近はあって、アスターっていうのもあんまりあの目立たないんですけども、まあでも激推しコインっていうかね、あの、なんだろうな、あの XRP とちょっとね、競合してるんですよ。だから XRP が多分使われなくなって、アスターが使われるようになるんじゃないかなみたいな読みがあったり、うん、あとはあのドームってやつね、ランドとかね、あの辺も価格を上げてくるんじゃないかなと思いますけども、うん、私は買いませんけどね、ちょっとめんどくさいんで。え、めんどくさくなってくるんですよ。だってもう資産があるんで、もういいやって思っちゃうわけですよ。そうですね、うん。だって英語の PDF とかを読んで、リスク取って、でお金をビットコインに変えて、なんかわけのわかんない、海外の、うん、何取引口座に入れるわけじゃないですか。もうヘトヘトですよ。で、仮に含み益が出ても、またバックの作業がいるんですよ。ビットコインに変えて、日本の口座に入れて、それから、何ビット、何あそこのコインチェックとかで現金するわけじゃないですか。そうですね。何回やり取りするんだよ、みたいな。でしかも利益が出たらいくら税金がかかるのか、自分でも計算してもわかんないよ。あれはなかなか税理士さんも頭悩ますらしいですね。あ、税理士さんも断られますよね。暗号通貨やりませんよ。断られちゃうんです、まあ、みたいなことがあってね、いろいろと面白いなりに頭が痛いということで、まあそう考えたら FX っていうのはもうね、あのシンプルにあのキャッシュアウトもできるんで、本当に、まあ私の XM 証券使ってるんですけども、やっぱりね、2、3日後には入金されてるんで、三井住友とか、うん、非常にやりやすいなと思いますし、うん、だから、あの、シートも出てくるんでね、うん、財務申告も簡単ですから、お、iPhone 使ってる方がいるのかな、今日は。はい、まあ、いろいろと私の方からもお話しましたけども、まあ、ノブさんの方ね、またこう、連絡していただければと思います。こんなとこかな。ノブさん、よろしいですか、あとは。そうです、はい、ありがとうございます。はい、すいません、なんか、15分ほど、私の、なんかロスタイムで無駄話です。とんでもない。ありがとうございます。あ、でも面白かったです。ありがとうございます。はい、面白かったです。深夜になりましたんで、皆さんね、今日もお疲れ様でございました。ノブさんもありがとうございました。じゃあ本当に終わりです。またこういう機会設けましょう。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。